ほら、誰だあれ、左あれじゃない、あのレンさんじゃない、レンさん、ほら、マジや、あそこにルイ君もいる。そっか、元々知り合いだからね、ユリちゃんと。ああ、夕日が近づいてきて、だんだん慣れてきて、溶けるみたいで、溶ける。とにかく君は帰ってきたんだ。イケメンやな。ああ、無事でよかった。あ、撤収？あれ、みんな撤収？いや、一人にしちゃダメだって。ここにいるの？歌、あの歌。今は何も考えずに休んでください。そう、これ倉庫か。ああ。ありがとう。ああ。はあ。いやー。ああ、まだ終わってねえ。なげー。セカさんのことを話さないと。あ、歌ってるやん。多分中には入れないだろうな。はあ、どこにいるんだろう。いや、まさか生きて帰ってくるとはな。なんかいい意味で期待を裏切ってくるな。最ゼロのお約束みたいな感じなのね。生きて帰れねえのは。あ、いたいた、ルイ君。なんか安心感あるな。ああ、ルイ君、あれだよ、話せない。ああ、話せる話せる。ルイ君の方見ないと。ルイ君がカメラに映ってないのにさ、話すなんて失礼だよ。お邪魔しています。ああ、先ほど先生と話したんですが、ひとかさんが覗いて読めてね。もう、ああ、画面見れない、ほんと見れない。私と先生もできるだけここに顔を出すようにしてます。ああ、はい、ありがたいね。迷惑かもしれないけど、あんな先生でも気休めくらいにはなるでしょうから。ああ、ひでこと言うな。多分俺みたいなやつなんだろうな。もうちょっとしっかりしてそうだったけど。そうかね。先生どこだよ、先生。こっちか、これか、鏡か。ひそかさんどこにいる。ひそかさんいないよ。ひそかさんの部屋にいるかもしれない。ひそかさん、それやばいじゃん。何入っとんじゃん。あ、この、あ、事務所にいるかもしれないな。よいしょ。いないね。あ、いたいたいた。おい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 、うなされてる。メガネかけ、かから、か、外してんな。パシャリング行っとくか。パシャリング行けそう。なんか反応してる、ここ。本当だ。なんだ、なんかお腹が光ってね。お腹って腕だな、これ多分。お腹光ってね。もう腎臓、腎臓光ってね。なんとなく1枚取っとこう。この話気にして録音してみれば。どこにいる。顔だな、そっちか。おお、正解だった。このあえ、え、喘ぎ声がちょっと需要ないけど。ない、ないね、うん、これ。溢れる。こうじゃねえんだよ。おーい。あ、あ、見えちゃってるわけだ。この切られてる女の子がさっき。さっき出てきたね。うん、そろそろ。
少し休め。呼び捨てかい。呼び捨てだよ。おやすみなさい。もう葬式ムードだもん。葬式ムードだな。割と何名かもう死んだり行方不明だったからな。散々だからね。あ、来たー。おいおいおい、来たー。しゃあしゃあしゃあ、お前これしゃあ、お前これ半分経つな。写真撮れるよ、これいけるよ。え、くっそ、これ何目線だよ、お前。もうちょっとした。どんどん上行っちゃってる。直毛。提供アデランス。アートネイチャー。うわあ！これまずいよ。ああ！うわあ！閉じました。ああ。汗の描写だ。洞窟で見た遥さんの記憶と同じ。彼女から何か聞き出せるだろうか。長えよこのチャプター。まだまだこっちのターンですよ。ああ、ひそかさんが私のために置いてくれたものだ。あ、ごめん、読んで。この部屋はもともとひそかさんの寝室だったけれど、私の部屋として使えるように開けてくれた。ああ、優しい。マジで声が出ねえ。優しい。どこ、ここ声が出ねえ。無理だ、声が。天国から地獄である。一瞬にしてなんかもう知恵と叩き落とされた。あー、無理だ、マジ。あー、帰りたい。帰ったよ、家だよこれ。お家だよ。あれあれあれ、どうして降りるんだ。遥かさん家。あ、こっち。あ、これ吹き抜けか。遥かさんの部屋に。レッツゴー。はるかさんの部屋1階だな。まあね、はるかさんいないよ、もう。あれ、はるかさんいないっつったらまたはるかさんを追う感じになるんじゃない、これ。なるほどね。で、今度こそはるかさんは亡き者になってると。やだ。あー、もうやだ。早く終わってくれ。家の中だから大丈夫だよ。安心安心。どっちだっけ。アルカさん。はい、いません。だよね、知ってた。もう約束された味。やめてよ、そのアングルやめてよ。やだ、もうないっしょ。怖い。何？どうした？何？超かわいい。ああ、そういえば監視カメラあったな。リビングに出てったのか。何？ふしたんだ。行方不明となっていた百瀬はるかは、片城神社の地下にある洞窟の奥で黒い箱に閉じ込められていた。ユーリは助け出したはるかをコットヤと連れ帰ったが、その言葉は要領を得ず何も聞き出すことはできなかった。その後はるかは、冬日の霊に誘われ、忽然と姿を消した。終わったー。あー、ええじゃん。でもあんだけ使ってたけど。
いやお疲れ様でした。ガチ方針じゃねえか。あー疲れ、うわー怖かったー、無理だーこれまだ4章ですから。あー林さん、うん、もう謎も全然解明されてないもんね。いや本当だよね。まだまだ続きそうですよ。じゃあやってみましょうか。はい、一ルソーで手に入れた書物から、氷上山、なんだっけこれ、氷上山に移り住んだと言われる民族学者の情報を手に入れた蓮。氷上山に伝わる消えた家の噂、その噂を頼りに知らずの森かな、はあ、はい、迷いが蓮さんですね。俺いつも蓮だな。俺もちょっと可愛い子動かしたいんだけど読んでください。弔い邪神の調査をきっかけに氷上山に移り住んだ民族学者の存在を知った蓮と類、民族学者渡来刑事、彼の残した文献に手がかりがあるかもしれない。二人は調査を進める中で民族学者の家の存在につながると思われる一本のビデオテープにたどり着く。着くな。ああ。たどり着くな。ねえ。もう死にかけただろ、お前。なあ。ルイ君に至っては。ほんとだよ。よく、あそこからまた調査しようという気になるな。無限の好奇心がね。自ら命を絶った氷見野さん、首を吊りそうになったルイ、そして共通して目撃された二個姿の女性の霊。ユーリが見たという百瀬さんが閉じ込められていた黒い箱、山の過去が関係しているのか、山に住んでいたという民族学者渡来刑事、彼の書物を調べれば何かわかるかもしれない。ルイが見つけてきたビデオが、机の上に置いてある民族学者に関係するものらしいが、目を通しておくか。まずビデオから見ると、こっちじゃないの、そっちっぽいけどな。こっちにもありそうだね。あ、あるじゃん。ああ。よいしょ。また操作方法が。一からだ。はいはいはい。ビデオテープね。ああ。あれ、これさっきのところじゃん。ほんとだね。で、これ下だよ、多分。あそこから下に来て。ビデオテープ。これは、その渡来さんが撮ったのかな。かね。これは来た時はなかったと思うんだけど。民族学者って声じゃないよな。若いよね。うん。お邪魔します。さっきぶっ殺されたやつだ。うわ、これ怖えな。中に入ってみたい。不法侵入じゃない。肝試しに来たやつかな。もうちょっと薄めになってしまってるわ俺今。目かっぴらいどけ。あ、無理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 。もう超薄い今。開けろ。やめろ。開けろ。やめろ。見たくないんだ。なんだ。電話です。電話に電話。ああ。怖いから触りません。それがいいと思う。そうね、寝川くんはもう出た方がいいと思う。なんで入ったの箱。やばいよ、箱はやばい。あれ絶対次見た時になんかなってるよ。おい目開けろよ。いやちょっと見てるんだけどね。てかさ、これこの家に行くってこと、もしかして。階段を上がってみたいと思います。女性の声みたいな感じだな。なんかあれだね、なんかあの古びた家実況プレイみたいになってるね。実況者あれ。実況者向いてるねこれ。お。ええ。いやあれは、まあ、人形か。うん、人形だよ。すみません、大きい声出しちゃって。本当に気をつけて、本当に。はい。怖い。今なんか音がした。あれ？何か。あ、なんか穴開いてなかった。違うとこだったっけ。違うとこか。書斎みたいなとこだな。結構最近かな。てか長いな、このビデオ。本がいっぱいあります。箱
これ多分渡来刑事の家だ。だから箱もあったし、こういう本がいっぱいあるんだ。これ配信者だろ、これ配信者。あ、これキャスってるよ多分。絶対キャスってる、これキャスってるね、これ。あ、上にある、うお、電球か。怖い。やばいよ、やめろって。もう行って、だ、もう、はい、やめろ、こんな風になってます。やばいっす。やめたい。もう やめようもう。もう俺たちが濡れガラスドミコクリアなんて無理だったんだよ。無理だった、最初から無理だったんだ。廃旅館で見つけた日記にあった。あ、俺が読もうか。あ、お願い。北見山に住んでた民族学者ですが、オカルト系の名前、本に名前などの情報がありました。民族学者渡来刑事は北見山信仰と呼ばれる謎に取りつかれ、山中に家を建て住んでいたようです。そして日記にあったように行方不明となるのですが、その後ある噂がささやかれるようになりました。彼は事故などに遭ったのではなく、山の禁忌に触れその家ごと隠されてしまったという噂です。呼び戻しできるかもしれないじゃん、もしかしたら。その噂は氷上山の迷いがと言われる都市伝説になっています。迷いが、真偽のほどは不明ですが、迷い家に迷い込んだ人が残したビデオテープというものがあるとのことで調べました。オカルト系では有名なビデオのです、今のだね、うんうん、出版社に問い合わせたところ返答がありました。鏡谷瑠衣様、お問い合わせありがとうございました。お探しのビデオは廃盤になっておりますが、金賞ながら、在庫がございます。このビデオ発売したところ反響が大きく、さまざまな問い合わせをいただきました。ビデオの撮影者、投稿者は不明で、テープは氷上山の川の近くで見つかったものです。水に濡れて再生できない箇所が多く、再生できる箇所を編集しています。ビデオのマスターは、警察に押収されました。警察による山中の捜索もなされましたが、撮影者も現場となるこの家も発見することができなかったとのことです。なお現在、知らずの森は侵入禁止区域となっておりますので、むやみに立ち入らないようお願いします。水源者って名前もまたね、映像部、柿本浩二さん。ビデオの冒頭に映ってるのは、山の中腹にある片代神社ではないかと思われます。さっき言ったところでね、うんうん、次に一瞬映る洞窟については詳しくは分かっていません。さっき言ったところだね、うんうん、ただたどり着いた家には大量の書籍があることから、この家は民族学者渡来刑事が住んだ家である可能性は高いと思います。ういそこに行くんだろうね、うん、行くなよそんなとこ。なんだ。北条です。榊か。あ、最近連絡がこっちから行ったやつ。どうしたのかと思った。おい、これあそこじゃん。どこ。あの電話。あ、なあ、この前あれだ。俺はお前に、俺結婚するんだ。お前いきなりフラグ立てんな。チャラチャラチャラだな。お前が。ああ。随分急な。お前がってビビってたもんね。渡来家にいるね今。渡来家にいるね。ああ。それで相手は。全然おめでとうって感じじゃねえだ。写真を見た時から。うわ。ああ、巫女だ。嫌がらせじゃねえか。目が合ってしまうと見せられちゃうっていう。目と目が合うなんちゃら好きだと。最近ちょっとね、アイマスの動画を見てるからちょっと分かる。最近覚えてきた。迷い画か。
ユーリが通った道と同じかもしれない。とりあえずで行くとこじゃないんですよ、ユウ。部屋から出る。なんだこの。真下にある、真下に。あ、これ？あ、これか。またルイの手帳か。あ、読んでもいいものか。読むけど。読む。先生はよく夢でうなされている。あまり話してくれないが、昔からずっと見ていると子供の頃の祭りの夢らしい。先生は子供の頃、夏の間は鍵ロイ山のふもとの、親戚の家で過ごしたと言っていた。古い母屋や山の神社で遊んだり、祭りにも行ったことがあると何かノリに話してくれた。先生が子供の頃の話をするのは珍しかったのでよく覚えている。その時の祭りの夢なのだろうか。私も子供の頃に祭りに行ったことはあるけど、楽しい雰囲気しか覚えていない。でも先生の見る夢の祭りの夢は楽しいものではないようだ。いつも見るなとうなされている。確かに先生はじっと見られることが苦手だ。とりわけ女性に見つめられることを避けている。ああ、やだ。なんとかの巫女の目がどうのっていう。黒沢さんや小塚田さんと話す時ですらたまに目をそらしている。私の時は大丈夫なんだけど。あれ、やっぱルイ君はルイちゃんだったのかもしれないね、これ。そうだね。いや、で男性だから大丈夫なんじゃない。だって女性の話してんだよ、今これ。女性に見つめることを避けていて、黒沢さん、小塚さんが来た時、この信頼の合いながらでも目をそらす、でも私はそらさないよみたいな。そうだね。いや、まあ、何でもいいわ。まあ、夢で先生を見た女性がそんなに怖かったのだろうか。これはあれだな、女性は怖いよ。そうだね。うん、はあ、今回一人かな、ルイ君と一緒に来たいな。